こんにちは、ピアノ教師の野口浩太です。そしてアメリカカリフォルニアオレンジカウンティでピアノ教室を成功させていらっしゃるメイコ先生です。こんにちは、よろしくお願いします。初回の動画の最後にこのリコメソッドと出会うことで生徒を増やそうと決意できたというところで終わりました。で、今回はそのことについて少し詳しくお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。悪魔のメソッドって名付け親はメイコさんですよね。ああ、私です。今まで見てきたものと全然違う。子供騙しみたいな絵もないし、もうほとんど説明もないし。だけど、それを見たときに、それまでずっと、今自分が持ってる技術ってどのように培われてきたんだろうって、何をしてこうなったんだろうと思っていたのが、あ、これって私が使ったというか私が教育されたものに近いって思ったんです。ははは。つまり僕たちって、こう、今となっちゃ、こう、当たり前のように楽譜が読めるようになってるし、当たり前のようにこのピアノを弾く技術っていうことも習得している中で、これをどういうプロセスで身につけていったのかっていうことを、本当は覚えてるけど、すぐこう取り出せる記憶としてはなくて、で、教則本っていっぱいあるけれども、その教則本を選んでしまうと、もう教則本ってすごくこう、割とその作り手の、その教則本を作った人のポリシーがめちゃくちゃ詰まっちゃってるじゃないですか。バチッとこう、型が決まってしまっているっていう中で、その教則本に合わせて、その指導をしなくちゃいけなくなってしまう、そういう側面がある中で、そもそも、僕たちがその教則本の云々じゃなくて、どうやってこのなんかこう身につけてきたのかっていうことをこう思い出すのに、このリコメソッドというものと出会って、こう気づきがあったってことですよね。そうなんです。で、よく思い出すんですけど、私が習った先生っていうのはすごい変わった人で、で、初めて手帳上の曲が出た時に、フラットが1個ついてる、これなんじゃと思って、先生に聞いたんですよ。先生これ何ですかって。こんなもの知らなくてもできるでしょ、弾けるでしょって言われたんですよ。おかしくないように弾いてごらん、そしたら謎が解けるよみたい。へえ。で、それに近い、そのに近いものがリコメソッドにある。はいはい、つまり、その、ヘチョウチョのね、フラット一つついて、ヘチョウチョの楽譜を渡されたときに、これがヘチョウチョなんだよって教わるんじゃなくて、こう書いてあるんだから、それでやってごらんよ。っていう、そういうことですか？そうです。それで、なんか変だなと思ったときに、どうしたら変じゃないと感じるのかやってごらんよ。それがその答えだよ、みたいな。なるほど。なるほど、なるほど。あ、すごい面白い、それ。今、少しずつ、このリコメソッドに興味を持って、その、使い始めている先生たちもいる中で、あのね、きっとね、普通の教則本とか、この、いわゆる、この日本で、こう、メソッドと呼ばれるもの、に慣れている先生たちが、こう、これどうすればいいのって、びっくりされてる、先生方もいて、メイコさんは当初、このリコメソッドを手に取ったときに、第一印象として、どういうふうに思われました？いや、思いました。いくつか、リコメソッドの特徴的なものもあるんですけど、すごい、もうこれは絶対面白いっていうのがフルーツリズムっていうものがあって、それも速攻でいろいろできたんです。だけど、例えば、ハンドソルフェージュのあたり、数字が書いてある、数字で音を読んでいったり、歌ったり、番号で読みましょうみたいなところ。これは本当にガチで、もう全部がわかるように、これが記憶されるように教えなければいけないと思ったんですね。で、挫折しました。挫折って何かっていうと、つまんないんです。教えてる方も教わってる方も。はい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 。うん、教えて、なんていうのかな、記憶させるために、無理無理記憶させるために、これを使って、最終的にそのページの最後になった時に、その教材のページの最後になった時に、このくらいのことが覚えられているぞっていうのを目標にしたら、ものすごいつまんない。そう。このね、この部分が、まさにそのリコメソッドの、この全体的な特徴をすごくお話しされていると思うんですけど、多分ね、ほとんどの人が意味わかんないと思うの。だから全部ガチで教えなくちゃいけないのって思った。そんなの当然でしょって思われる方がたくさんいると思うんだけどね。僕ね、これメイコさんどう思う？僕ね、そのリコメソッドっていうのを手に
取ったときに、普通のこのメソッドと言われる、教則本と言われるものは、もうなんか道がつけられている。この道筋っていうのがつけられているんだけども、リコメソッドは、なんかね、公園な感じがするの。広場。そう。で、公園には、滑り台があって、こう、ブランコがあって、砂場があって、っていう中で、その僕たち子供をそのじゃあ公園という場所に連れて行った時に、いちいち滑り台というのはね、こう階段をはい右左足動かしてはい登って、ここからはい滑るんだよっていうことをいちいち手取り足取りきっと教えないだろうなって思ったんだよね。うん、で、じゃあ例えばこれがブランコだとしたら、このブランコってこうなんかこう捕まって、こう捕まってないと落っこっちゃうわけで、ね、で、手離したら落っこっちゃうぐらいの当たり前のことは、それはいちいち教えなくったって自分が、なんかこう、本来持ってる感覚で分かるんじゃないかなって思う。だから、なんかリコメソッドってそういう感じで、子供が自分から遊びに行くような、そういう公園のように思うんだけど、これどう思います？メイコさん。まさしくそうで、素材でしかないんですね。今なんか滑り台のお話が出ましたけど、人がやってるのを見て階段登って上がるけれども、もしかしたらちょっと頭から滑ってみようかなっていう子がいたりとか、で、その滑るところから半分登って、そこからこう降りる子がいたりとか、いろいろ自分、はい、これもっとやったら面白いかなって子供が思ってやるじゃないですか。うんうんうん、で、それをやってくれると、それが教師側にとって、一つのまた素材とネタになるんです。あ、これ、あの子に使えるみたいな。この、だから、本当に滑り台、こっちから上がってる子がいたら、で、こっちから上がらない子がいたら、こっちから上がったら面白いよ。ついでにここにバッタリやって、じゃんけんして、負けた子が滑るみたいにしたら面白いよとか、あ、これもできるって。そしたら今度また子供がまた違うことを言ってくるんですよ。え、先生、こっちの方が面白い。そう。だから子供からこの遊びを提示されることもあるってことだよね。ね。これを、じゃあ公園連れてって子供にこの遊具の遊び方をがっちり、もうみっちり教えることがどんだけつまんないかっていう。で、リコメソッドの中には、じゃあ今公園、遊具がある公園、っていう例えをしたけども、きっとその牧場みたいな広場もあるし、で、そのなんかまた全然ちょっとこう水が流れてるようなちょっとこうプールのようなね、遊び場もあるしみたいな感じで、そのなんていうのかな、その場に行けば、そのこの枠の中の、あのプレイス、場所の中でふさわしい範囲で勝手に遊べるというか。そう。わざわざ、その、牧場で水着姿になんかならないわけで、うん。なんか、そういう、なんちょっとわかりづらいかな、この例え。なんか、どつぼにはまりそうだ。そんなにも、その、ここではこういうふうにあらねばならないみたいなこと言わなくても、うん、そんなに外れたことはあんまり人はしないんだよねっていうことで、で、そこから、その外れて、そんなに外れたことはしない。そこから発展していく、こう、付け足し、足したり引いたり、を友達がしていくっていう。で、自分なりの分かり方っていうか、自分なりの負の落とし方とかをしていく。で、そういった、その、ちょっと面白い、このリコメソッドっていうものを使い始めて、結構その生徒さん、子供の方から、こう、もっとやりたいとか、そういうリクエストが出てきたりとかしてますか？じゃあこれ、宿題にしようかって言ったら、お家でやってって、次のページの宿題にした方がいいんじゃない？言われて、やだーって、もっとやりたいとか。だからさ、公園遊びに行って、まだ遊びたい、帰りたくないって言ってる子どもの心理と一緒ってことだよね。本当に。で、やっぱり子どもって発見した、あ、自分が何かの秘密を見つけたって思うと、うん、もっとその先の秘密が知りたいと思うので、中毒みたいな。でもね、すごくわかる。まだね、僕使い始めて数ヶ月ですよ。ただ、この2、3ヶ月の間で、そのリコメソッドっていうことを触れさせている中で、例えばね、発達障害のお子さんとかが、もっとその、なんか、よりこう、ピアノ欲が高まってきて、で、1年以内にリサイタルやりますみたいな話になってきたりとか、そう、そう、
起こってるんですよ。で、ここが多分ちょっと重要、皆さんに伝えたいことなんだけども、じゃあ遊んでばっかりいます。うん、今なんか遊んでるみたいなね、話しかしていないけども、ね、結果、ちゃんとピアノが弾けるようになるのかならないかで言うとどうですか？なります。そうなんだよね。そうなんです。は、あのね、ここがね、ちょっと本当に、まあ、これはもう発信していかざるを得ないことなんだろうと思うんですけど、うん、その、お、まあ、うちの教室に入会していただくときに、必ず最初の半年間あったり、まあ、お子さんの年齢によっては、また もしかしたら8ヶ月とかぐらい、何やってんだろう、この人たちみたいなことが続くと思いますと。続くと思います。ちょっと耐えてください。で、疑問を持ってても耐えてください。でも、わかりますかっていうと、その、ここから、ここでずっと遊んでばっかりって、なんか、なんか宿題もあんまり出ないし、練習してこいとも言われないし、遊んでばっかりで、先生、これやりたいとかしかやってないのに、ある時から急にグッと伸びるんですね。で、それをお母さんたちが、レッスン入られる時には、なんかお母さんがぼーっとしながら、すごい。あの顔見るのが大好き。で、やっぱり子供にとっては、ぐずぐずする時があるんですね。うん、今日はやりたくない、眠いとか、お昼寝、車で来るから大会、車の中で寝ちゃって、途中で起こされたとか。で、ぐずぐずしてるんだけど、その、ぐずぐずしてるなと思ったら、もう帰りは、やっぱりまだ帰りたくないとか、もう終わっちゃったのとか、あと先生んちの時計間違ってんじゃない遊びというものがいかにこう大事かというか、その遊びとか楽しいっていうことを割と勘違いしてる方も多いけれども、遊ぶとか楽しいっていうのはぐうたらなことではないのよっていうね、それなりに適度に頭動かして、で、場合によっては手を動かして目使ってっていうことなんだと思うんですけれども、その楽しいっていうことに対して、そのメイコさんはどう思われますか？素敵な刺激ほど、面白いことってないんじゃないかなと思うんですよ。その、ただ単純に、その、わははわははと笑ってるんじゃなくて、そう、さっきの滑り台の話で言うと、この、単純に滑って楽しい、体が気持ちいい。でも、こうやったらもっと楽しい。あ、こうやったらもっと楽しい。そこに知的な刺激がありますよね。で、それが、誰かと共有できたときに、やっぱりもっと楽しくなる。はい、で、その共有者が私かもしれないし、先生これ分かったよって言われて、そうだ。で、お、じゃあもっと面白いことあるかもしれないと思ったりとかする、その遊び。だから、知的なことほど面白い遊びはないんじゃないかなと。で、子供たちはやっぱり知ってると思うんですよ、それを。まさにそうだと思いますね。で、僕ね、昨日メイコさんとお話ししてて、ミーティングしてて、あ、僕はまだまだだなと思ったのは、メイコさん、あれですよね、そのリコメソッドを使い始めてから、それまで使っていたいろんな教則本を捨てたんですよね。楽譜の重さに、もう嫌気がさして、結局使ってないしなとか、リコメソッドのいいところっていうのは、この素材がこの子にとってはこれのためだけど、この子にとっては違うもののためなんですよ。はいはいはい、例えば調整感をつけるためかもしれないし、例えば音程をしっかり、ピッチをしっかり取るためかもしれないし、あれでこれができるみたいな、これとこれ組み合わせられるみたいな、そうすると、他のものみたいに、これはこれしかできないっていうことがないので、結局今、教則本本当にガサッとしてるし。今回はね、このリコメソッドのこの使い手でいらっしゃるね、この悪魔のメソッドとね、名付けたメイコさんに、そのリコメソッドとの出会いとか、まあ、こんな感じなの、リコメソッドの概要っていうのをお話しいただいたんだけども、次回の動画では、リコメソッドの中での、そのメイコさんの一番のお気に入りのサブジェクトがあるから、それについて皆さんにね、ちょっと具体的にね、紹介する回にしたいと思いますので、皆さん、そちらの方も楽しみになさってください。はい、じゃあ、最後までご視聴いただきありがとうございました。メイコさんもありがとうございました。高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。あ、それからね、メイコさんのリンク説明欄に貼ってあるから、皆さん行ってみてくださいね。はい、ありがとうございました。した。